わ。あ、カレーは。ちょっとゴミを見せてもらってもいいですか？ええよ。ありがとうございます。どれどれ。あら、あんたこれ食べ残したもんがいっぺん入っちゃうじゃないですか。ほら。おみですわ。俺の袋には食べ残しはないだろ。買ったものを最後まで食べきる、食べきりをしよっとよ。ゴミを減らすための三切り運動ってあるっちゃけど、他に何があると思う？なんやろな。あ、あれかあれか。残った。これ、よりきれいやろ。ちげえわ。二つ目は、買った食材を最後まで使う使い切りのことよ。そうなんやな。じゃあ、あと一個は何やろう。皆さんは分かりますか？そう。三つ目は、水切りですね。水切りネットで生ゴミとかの水気をしっかり切ることです。水気を切ると軽くなるし、虫やらも寄ってこくなるとですよ。へえ、そうなんやな。今度からは気ぃつけんとあかんな。げんまるくん、もっと前に言うよ。皆さんも負の飲み方やらのときは食べきり、使い切り、水切りの3切り運動、私たち職員も取り組んでいますので、ご協力よろしくお願いします。よろしくお願いします。